スの野と称される彫刻家オーギュスト・ローマ。戦乱の最中に失われ、平和とともに姿を現したとされる、未だ神秘のベールに包まれた彫像。彼の偉大な傑作は暗樹に秘められし、知られざるロマン。物言わぬ冷たい死に命を灯せるなどと俗人たちが歌うのはただのおごりに過ぎる。あるものをただあるように両の手で受け止めて、ぬくもりに口づけるように思いをかたどるだけ。彼はただ一人で描いた我が子の顔も知らずに、足りないのは小手先のデッサンではない、現実をも超えるイマジナシオン。ああ光を、ああもっと光を、プレマシオン、プレイの光を。生涯合わぬと誓いながら足げくか子供たちの笑い声、壁越しに聞いている。君の手が今掴んでいるであろう、その石はとても壊れやすい、その知らずに、必要なのは過ぎ去りの夢ではない、幻想をも紡ぐアフェクション。ああ光を、ああもっと光を、インスピラーション救いの光を。いかなる賢者であれこぼれる砂を止められない。彼に用意された銀色の砂時計、残された砂はあとわずか。母親の日を奪って、この世に灯った小さな炎を、
その輝きを憎んでしまった。愚かな男の最後の悪あがき。想像の翼は広がり、やがて彫像の背に翼を広げた。ああもう思い残すこと